ない朝食バイキングですね。ホテルのバイキングいっぱい撮ってきましたね。いつも食い切れほど撮ってしまいますね。まだ今日は山城上がらねかんからしっかり撮っとかんてかんですね、うん、ということでいただきます。はい、おはようございます。旅行2日目、向こうに大きな観音寺、観音寺とありますけど、ここが観音寺城跡ですね。こんなに人がおるとは思わんかったですね。有料600円の林道、細い道走ってきたら結構駐車場がありますね。今8時半か。先ほど料金所のおっさんは熊がおらんって言ったから安心して上がれますね。観音聖寺っていうんですね。これは聖徳太子のお寺みたいですね。1400年か、すごいね。なんかいろんな人生の教訓が書いてありますね。人はあるものを粗末にしないものを欲しがる。全然意味が分かりません。これ33あるんだ。さっき32で31で、一歩一歩の尊さ、うん、これは分かるね。わあ、これも堀だぜ。これ縦堀が切ってありますね。すごいね。城の案内がないけど、これは、六角氏の城のはずですね。まあ一応この城は、百名山の一つだし、国の指定史跡になっていますから、まあどっかにいろいろ案内があると思います。昨日のあっちの石、こっから持っていったんだな、石仏いっぱい。これいいですね。15番、人を笑わすより自分が笑われるようにせよ。そうだよな、笑われちゃいけない人から。私は何をか知らん。人は不幸である。うん、これも朽ちた石仏だな。あれ奥っていうの、うん、大きな鳥居が出て、あの石後ろの石は立てまつってんのかな、あれ。でもこの観音聖寺だからお寺なのに鳥居がありますね。これは神仏なんだ。神仏も一色だ。なぜか寺の入り口だな、これ。立派な石垣がありますね。うん、岩がすごいな、あちこち。ちょっと開けたけど琵琶湖が見えんね。反対側だな。だから安土町はまたこっちなんだろうね。この上の石をネズミ石っていうのかな。全然ネズミの格好が分かりません。ネズミ岩と書いてあるか。はい、観音聖寺ですね。45分、15分かかったか。わあ、すごいね。あれなんていうんだ、毘沙門天か、違うか。ね、先手観音。あ、正面があれか。おお。観音寺城跡の案内がありますね。宇田源氏の血統を引く佐々木六角氏は平安時代に近江へ土着した後、鎌倉時代初期から戦国時代末期まで近江守護、ほとんど独占した名門です。この六角氏が戦国時代に居城したのが観音寺城か。
もう鎌倉時代からのあれか。で、南北朝時代、佐々木氏頼が観音寺に布陣したことを観音寺の城郭と太平記に記されていたのが、うん、まあいいや。で、こっから今どこだ。今ここ。あ、でこの本丸跡。お、まあそこまでやるか。なんかさっきのおっさん半日かかるって言ったから、この城全部巡るには本丸跡だと、伊丸跡、田丸跡、うん、本丸の跡まででいいな、うん、あ、ここに館があったんだ、館跡、うんうん、お館跡、これがあれだ、さっきの佐々木氏の関門寺からなんとかあれか40分なんか、佐々木城氏は、ま、もっと下か、だからまたこれより前だ、この佐々木、うん、もう平安時代の時にこの佐々木氏ってやつがここに土着したの、うん、聖徳太子か命、その入山チケットが500円、これ高いなまあでもしゃあないね。おー、いい顔してるね。立派な聖徳太子さんいますね。昔の顔だな、千円札の顔だね。あ、聖徳太子は千円じゃないか、一万円札だったかちょっと若いの顔大日如来さん、こっちには立派な大仏さんがいますね。大使1400年、うーん、立派ですね。で、こんな感じです。観音聖寺建立縁起、聖徳太子さんが人魚の伝説、なんかいろんな伝説があるんだな。この石の山ってなんか意味あるんだ。これはなんかあるんだ。すごいね。あそこに観音さんが何体かおるじゃん。これはなかなか見事ですね。それから本殿。温泉場、大きな提灯がありますね案内がないけど、ここを降りていったところ、310メートルだって、城までこれは何と書いた、なんか分からんな。あのお寺やなんかたくさんの人が来たけど、城跡行こうと人は多分おらんだなあのお寺から城主まで310メートルと、さっきあそこの入り口のおっさんが教えてくれました。本丸まで10分。あそこに標識ある、大石垣まで20分。じゃあこの大石垣まで行って帰るか。家にあると蜘蛛の巣あるよ。おー、まんだあれだが、ヤブカとか蜘蛛の巣とか10月の半ばじゃあれだね。うわ、上りになった。三角点400メートル、頂上まで400メートルってことだね。で、城跡はこっちです。まあ 0.15 だから150メートルですね。もうこの目が本丸跡みたいですね。この石段上がったところが、うわ、これもきつそうだねはい、本丸上がる最後の子、多分一段だと思うけど、なかなかきついね。あいつもあそこまで上がってるか
その上はもう平坦？聞こえんか。あ、きつかった。クバなんかのクルバタ。あれ？これも本丸跡じゃんか。うん、だからここで終わり。あ、ここで終わり。本丸跡。なんかもっと遺構があると思ったんだけどな、掘り切りとか、いろいろ。なんか全然読めんな。うん、うん。これが本丸跡か。おお、なかなか立派な仕掛けが残ってますね。これ本丸を囲ってる。本丸の囲っとる仕掛けみたいですね。でもこんなまだ室町時代の中期1460年、うん、こんな時には石垣なんかあんまり使わんかったはずだけどな。だから鉄砲伝来に備えて伝来から石垣を。あ、そうなんか。し、ちょっとそこまで行ってみよう。ほら来る人おるぞ。指定席だ、国の指定席だ。千家なんとかと書いてあるけど分かりません。これより、うん、有料です。またさらに違う寺の境内。ここから向こうは総実寺、インチキだね。総実寺に払わないか。それぞれの寺で金取ってるのか、うん、下は多分あれ堀が切ったら、ね、井戸跡。すごい、井戸もこうこんな、どこまでに色作ってるか。これはもう、や、山城はもう井戸が生命線だから、うん、一生懸命守ったんだぜ。井戸があってこちらに立派な堀がありますね。なかなか山城っぽくなってきましたね。ずっとあちらに堀が切ってあるんだね。違う、本丸ですね。一応そう高くないけど本丸周りは土塁も築かれてますね。土塁っていうのか、やっぱり石垣か、うん、なあ、うん、石垣で、おお、なかなか、おお、なかなか見事ですね。ここが先ほど上がってきた大石なんですけど、こちらに道があるからなんかこちらからも行けそうだから、ちょっと行ってみましょう。こっちから行ってみましょう。あの石段怖かったから。結構広い本丸なんだね。これも本丸、先ほどあっから見たんけど、周り鳥居がずっと連なって、こっちから降りていけと、なんとか丸っていいとこへ行けるはずです、うん、結構急だけど、あの石段上がった石段降りれるかいいね、こっちの方が。でも気をつけんと転ぶとえらいこった。本丸から降りてきて、これがなんかあそこに屋敷跡という看板があるみたいですね。ここも石垣で、なかなかいいね、石垣が。誰の屋敷？平井。平井？それ、そのあんたなりに平井丸ってなってる。ああ、そうか。平井氏屋敷跡。平井さんはどんな人かね。六角寺の家来かな、うん、そうか、さっきの石段降りてずっと右に曲がってきたところがこの道だな。さっきのおじさん、うん、で大石垣は多分、まあ、こっちもちと右に行ってすぐだと思いますね。なんかいろんな人の屋敷跡があったんか。ここが落合氏屋敷跡、うん、平井氏屋敷跡が上で、こっちを降りていくと石垣か。平井氏は立派な門構え。おお、なかなか立派ですね。もう
過労クラスだぜきっと。こっちの落合さんはもっと身分が低いな。そういうことにしたか。山城なのにすごいね、四角でずっと囲ってますね。じゃあ何か、ここは池田丸、石垣まで3分という案内がありますね。これが池田丸さん、池田屋さんがおったんだな。あっちにも仕掛けがあります。池田丸、昔はだからここに道があったんだよ。だ、ね、ほら、ね、うわ本当だね。あっちもあれ縦堀がずっと切ってあるんだよ、うん、これはもう昔は堀と土塁で防備するしかなかったで、うん、こんな石垣、当初の1460年か、うん、その時代から後に石垣が一生懸命運んで固めたということですね。もうちょっとです、大石垣どんなんかね。石垣5分っていう標識から結構ひどい道ですね。まあここはいいか。ここは結構難所だったです。まあ多分その辺だろう、きっと。もう5分だったから、よっしゃ。安土が書いてあるな、観音寺城大石垣。これが大石垣だ。この大きな石垣っていうのか、その岩があるだけか、うん、なんか石垣になっとるから石垣の一部だったんだね。こっちはもう降りてちゃう。これが石垣だ。これよし、お新幹線が行きますね。どこだ一体。ねえ、そっちにある。どうもこれが大石垣ですね。であっちが大きな岩があって、よいしょ。あ、ここまでか。おお、立派な岩ですね。あ、なんだこれ、女郎岩と書いてある、うん、あれ、まだこれおかしな表示だな。展望台が、展望台が消えてんの。ああ、大石垣展望台まで3分か。まあここでいいや。ここでジュースの、おお、なかなか感じいいじゃん。ちょうどいいですよね。なんかいっぱいなんか、はい、チョコレートとコーヒーで小休止ですね。いいですね。ちょっと日が出ると暑いですね。はい。大きな看板ですね。狭山町あと現在地、ここ龍潭寺で、沢山城はこの奥のハイキングコースでここにあるんだね、本丸が。うん、まあ今日は沢山城は上がりません。この入り口だけ見て、山だけ見て帰るつもりです。三成の銅像が龍潭寺のところにある。なんで井伊大郎と石田三成が、あ、井伊大郎もそうだし三成もこの菩提寺になってるのか、龍潭寺が。
いかんな。これは龍潭寺の三門かな。あ、あそこにあるか、銅像が。見つけたよ。見つけた。こっち。あれ、多分三成じゃない。あっちから入ってくんか。龍潭寺のこっちの、なんだ、右手前から入ってくるとさっきの三成の像があるんだ。大一の三成公、銅像。これは沢山観音。これも三成のなんか関係するんか、供養塔か。三成の供養塔になってますね。おお、なんかすごい男前に作ってありますね。つまり三成に過ぎたるもんが2つある。知っとる？ここの沢山城と、なんだ、島左近だ。家臣の島左近、優秀な左近。あれがおったんだ、うん、じゃあまあ龍潭寺だけで参拝していくか、うんうん、なかなか苔がきれいに入って感じいいですね、うんうんうん、いい大老と三成の菩提寺だって、うん、おなかなか古い立派な三門ですね。感じいいね。七福神ができてますね。これ大黒さんだな。でこれが布袋さん。これが何だったかな。あ、これが別在で、うん、別在さん、別在弁って女の神さん。頭の長い、何だったかな、福禄寺の、福禄寺か、お腹のなんとか、これが布袋さんだ、うん、な、腹がでっかい、いい、面白いの沢山の宮が熊じゃなくて猿が出るか、うん、猿ならそう遅かないだろう、うん、大きな墓ですね、うん、ハイキングコースが墓場の中続いているだけですね。上どんどん行くと沢山城の上がっていく道だと思いますけど、まあいいや、今日は登らんでここでパス。はい、こんな上司直虎だった、うん、あの時に坊さんがおったじゃん、いつもなんか出てくる坊さんがおって、それが多分龍潭寺だと思っとったの、うん、だからその伊賀屋の方から、うん、来たのか、この龍潭寺は文寺として建てられたと書いてあるわ、うん、だからもともとはあの伊賀屋の方にお寺があったんだ、うん、浜名湖の方だ、いい池だね、おいい池の、おいい池の菩提寺はあの時からの、そうなんだ、ね、あ、ほんで、うん、直政がこっち来たから、うん、お寺もこっち移したんだ、うん、ということですね。そうか、ここもちょうどこれ北と南近江の境だから、うん、先ほどあった六角氏と京極氏が、まあ、ここの辺でこの沢山をのところでいろいろ陣取り合戦やっとったんだろうな、うん、その後浅井家の領になったみたいだ、うん、だからそうだな、最初は六角氏だったんだ、うんうん、三成が城主になったのは1595年か、関ヶ原の5年前か。うん、ということです。これが長政三成、うん、先ほどの龍潭寺はそこ入ったすぐのとこですね。だから沢山城はずっと上がって、あの山が多分城主の山ですね。であそこに
看板がありますね。こんなまであるやそこが沢山城の看板がありますね。あの中腹じゃなくて多分あの上が城址だろうね。こんなまであるわ。が車鴨場城跡駐車場になってますね。もう心細くなるような山道をどんどん上がってきましたけど、ここはちょっと広いですけどね、狭い細い道だったです。一応国の指定史跡の、あ、ほだな、国史跡と書いてあるね。鴨場城、鴨場城跡まで300メートル。熊の絵は全然描いてないな。熊おらんかな本当に。俺もだからちょっと音楽をちょっと大きくして、こっから300メートルと書いてあるからな、城址まで。うわ、こんなあれか。お、恐ろしいですね。現在地かわからんな。実績はなんかいっぱいあるみたいだな。掘り切り掘り切り掘り切りで、主角がここか。主角までが300メートルってことなんだろうな、きっと。なあ、ほんだな、この距離が250だから、うん、まあこの辺だぜ今きっと。マジくやろ。で、主角までが300メートルだから、ここまで行ってみようかな、うん、なんか遺跡がいっぱいあるから。これは土井城だ。鴨場城の城址は堀氏、境目の城という性格からなんかよくわからんですね。まあ、六角とさっきあった峡谷の争った舞台だね。さっきの沢山城とも似たような城だ。ここに熊の看板があったらもうビビって行けんとこだけどね。わ、国の史跡だからな、一応は。うう、なかなかすごいね。なんか登場道は宿泊に向かってかな、これいいのかな。どんどん下がってきますね。上の道が一番高いとこみたいだったからな。どんどん下がってきます。恐ろしい。尾根のこれも掘り切りの跡ですね。いや、滑りずっこけ落ちするかな、これ。うー、細い尾根道です。よいしょ。お、ずるずるいきそうだな。これは写真撮ってる場合じゃない。なんかあそこに、あ、もうあれが城址の跡っていう日か、あれ。あ、かっこいい堀切りですね。これが何、切り通し7箇所の堀切り、上級者向け。私には無理ですね。うわ、すごいね。この堀が高くてかっこいいね。さすが、あの国指定史跡ですね。ここ繋がっとったんだな。ほら、そうだ、この尾根をバーッとこう攻められんように掘り切っとるだ。カマンバージョンはとまだ矢印があるけど、どこが四角なんかな。うわ、本当にすごいね、これ。どうだこれ。危険歩行指示区間、追い越し禁止。意味がわからんな。なんかすごい道ですね。でも城はあっちになってるから、どっこらしょ。うわ、下は絶壁ですね。なんちゅうとこで城作ったんでしょうね。
これはお前滑落したら止まらんぞ、ずっと。なんかだけどイメージがちょっと合わんな。どんどん下がっていっちゃって300メートルぐらいもう来たんかな。上が尾根道だよな、きっと。ほんであそこも堀が切ってるんだな。切る堀切りで尾根を切り取ってるわ。何ほらケバケバしいから、これ毒あるわな。しかし上司の看板いっぱいあるけど、どこが四角かわからんな。看板出てきましたね。あ、上が四角か。でこっちが北四角、北腹部。この上があれか、四角だか。まあここまででいいけど、300メートル以上あるよなこれ。もう15分ぐらい歩いとるもんな、あの駐車場から。この上がひどくなってんのかな。うん、まあさ、そこまでだなし、もうちょっと頑張ろう。いいよそこで。ここがまあ四角の下だね。上が四角だね。はあ、20分かかった。あの300メートルは絶対嘘ですね。1キロ近くあるぜこれ。結構歩いたで。はあ、滝へ500メートルか。お、広いね。あ、ちょっとこれ鳥居の上か。ほんだね、低いけど鳥居ですね。お、景色が良さそうだね。人上司の日があるみたいですね。ああ、国史跡。いいね。石助木材さんが寄付した。平成17年に寄付してる。ああ、もう立派な門がある。うん、門がこの入り口だね、門だね。よし。まず上司で写真だな。何が書いてある？発掘調査か、主格、うん、発掘調査。北腹部に開く大石垣、大振り切りもあるけど、さっきも大振り切り見たからな。下は帯木と帯車ですね。四角をぐるっと取り巻いてんだ。石垣もちょっと残っとるか。よし、この下に北福角と堀切り、あそこにも堀切りがあるじゃん。あそこまで行くかな、んなら、うん、すぐ下。これ尾根道だから、これがずっとさっきの見客向きで来てんだよ。うちら下から歩いたけど、うん、せっかくだからまあここをちょっと降りて、あそこに大きな堀切りがあるから、あれ見て帰ろう。北の一部と書いた。これも北福角の一部なんだな。うん、堀切りっていうのよりか、あれか、下の主格部があるわけか。そこは何と書いてあるだ。あ、一部二部か。まあそこまでにしようかな。俺もそこまで降りてくわ。これが二部か。
ここでよしにしよう、うん、なかなか感じが良かったよ。だからこれだだっぴど尾根なんだね。そう、もう尾根が尾根状に堀切りとかこういう格好を作っている城ですね。やっぱ昔の城なんだ。まあ山頂はちょっと石垣もあったけど、よし、じゃあなんだ釜場城か割りで帰ろうか。今もう1時40分だ。駐車場までのとこ行くと2時過ぎるから、家着くと3、4時、4時、5時近くになりそうですね。ということで一泊二日の東近江の城巡り、これで終わりですね。本当は京極屋敷とか、あの城平寺という国指定史跡の見ろうと思ったけど、もう限界です。終わります。楽しかったです。あ、そうなんだ、この山二日間結構歩いて、ちょっと自信が持てるようになったかな。山城歩きもということです。終わります。熊が出なくて、熊が出なくてよかったね。はあ、1時間だ、これ1時6分に出てって今2時6分。はあ、よかった。どこまで行ったの？北に。ああ、北一、北に。だからこのさっきのこの尾根、上級者向け、これだと掘り切りがいっぱいあったんだ。ここまで行ったか。で、1、2までか。こっちの方がなんかいっぱい掘り切りがあるんだね。これ、なかなかすごい、重覚ですね。よし。ああ、きつかったけどよかったね。今、車通って行ったな。しわります。はい、名神の伊吹パーキングですね。伊吹山パーキング、あっちで伊吹山が見えるそうです。おー、伊吹山が見えますね。あー、いいね。せっかくシルクを持ってきたから家からで、ホテルで芋を持ったから、おシルクタイムですね。暑いけど、暑いけどおシルクタイム、はあ、意外と早く帰れそうだな。2時40分、こっからもう1時間や帰れるもんな、家まで。はい、カップおシルク100円ぐらいのシルクですね。でもうまいね。暑いけど餅も入ってます。おー、白くがうまいです。餅まで入ってます。つまみまでありますね。はい、ということで伊吹山見て白く飲んで終わりますね。よっしゃ、いいね。伊吹山がいいね。雪がかぶっとったらな、もっといいね。